はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、あるフェミニストが堂々と喋ってる内容があまりにもやばすぎるぞということで話題になってるんですけど、えっ、ー、とね、こちらですね、令和の虎っていう YouTube の番組チャンネルの中で出てきた女性っていうのがヤバすぎるぞということで話題になってるんですよね。やられたことをやり返せば男もわか あるはずフェミニストさん男性の下半身裸を盗撮し勝手に商品化して T シャツにしてね販売して逮捕されたぞーっていうような話なんですよね、まあ、そしてそれを YouTube 内で堂々と喋ってまるで被害者面みたいなことを言ってるんでもうやばすぎるだなフェミっていうのがね証明されたそんなお話をね今回見ていこうかなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということで、まあ、こちらの動画の なんですけどこの人はこう言われててフェミニズムに影響されて犯罪をしたならフェミニストの論理でいくとフェミニズムは規制されて叱るべきじゃないのかっていうふうに言われてるんですけどこの女性が自分でフェミニストというふうに名乗ってるわけなんですけどその人のやってることがやばすぎるというものなんですねでこれ切り抜きなんですけど元動画ですねこちらの令和の虎っていうねチャンネルでタイトルがとんでもないのが来た女のキャラクター トラが圧倒される唯一無二のカオスな雑貨店おしゃれショップで居場所のない女子のコミュニティを作りたいというふうなことを言われてるんですね。まあ、どっかで聞いたようなね内容なんですけど、ね、居場所のない女子のコミュニティを作りたいからお店やりたいんだっていうことで、まあ、お金を貸してくれ、まあ、マネーの虎みたいな感じなんですけど、まあ、そこにこの豊川さんって人が出てきてですねこの右の女性ねが出てきていろいろ喋るんですけどこれ虎の出す側の人たちも。 もう唖然としてるんですよ、ね、えみたいな感じの空気なんですよね。で、それをね、えー、切り取りのところだけ見ていこうと思うんですけど、まあ、テロップもあるんでね、えー、こちら、女性の人が喋ってる内容なんですけど、この間、逮捕されちゃったんですって、何だったんですかって聞かれたら、男性機の盗撮をしてですね、みんなが、えー、ってなって、どんな状況だよって、とんでもないのが出てきたぞっていうことで、何をしたかっていうのをね、詳しく喋り始めるんですよね。 アパートに住んでるんですけどアパートの向かいの男性がカーテン全開で下半身丸出しでいじりながらくつろいでる姿を偶然見ちゃったということで、まあ、これは男性側にもちょっとぐらいは日はあるのかなとは思うんですけど距離感とかわかんないですけどね。でそれを見ちちゃったとと気持ち悪いなと思って ですねでここまでだったら露呈しないけどフェミニストであることを前面に出しているお店なので何かこのお店のオリジナル T シャツを作りたいと考えましてということでみんなねもう刺してうわーって言ってるんですけど第1弾がこちらでこれ着てるやつで、ね、性別は2つなんとかっていう。 シャツを作って第2弾のオリジナル T シャツを作った時にという感じですねということで、まあ、おそらくその、ね、盗撮した写真を T シャツに載せて。 オリジナル T シャツを作ったということを言ってるんですけどはあみたいな、まあ、そんなことをして逮捕されたぞっていう話なんですけどでその人の言い訳っていうのがこれから始まるんですよね。面白半分でやったわけじゃなくて勝手に盗撮されたものを販売されたりとかネットに上げられて拡散されたりとかって性暴力の被害は。 女性が99%なんですよねって。で、えー、だからやられたらことをやり返したら男性も。 気持ちがかかるるなとということで、まあ、盗撮されたものを販売するっていうのがまあもちろんね世の中にそういう悪いことをしてる人もいるわけですけど男が女に対してそんなことやるんだったら女も男に対してそういうことをやれば気持ちわかるだろうっていうことで自分も悪いことをし始めるんですよねで最終的に逮捕されてるんですけどこれがいいわけでねで問題提起というか一石を投じるためにプリントして売ったんだっていやもう完全にアウトなことして逮捕されてる で,すよ、ね、でまあ周りの人の反応もとんでもねえなってその人がかわいそうだってかわいそうなんですけどもってまた言い訳が始まるんですけどかわいそうなんですけども社会を良くするために犠牲になってもらったはそれでどうなったって、えー、周りから言われるんですけど「ポップアップで売って局部の部分はシールで隠した状態で展示して「は何やってんのこの人」で、えー「これ何の写真ですか?」って聞かれたら「 私の向かいに住んでいる人がと同じように説明してお客様は大受けやばいだろそんな店買ってくださったんですがたまたま通りすがった無関係者の第三者が説明を聞いていてその場で1当0番されたっていやそれはそうだろうっていうことでねまあこのね T シャツの話自体はめちゃめちゃ大受けで人気があったみたいな感じで喋ってるわけなんですけど これ後で出てくるんですけど全然そんな人気があったとかバカ受けだったってわけでもなさそうなんですよね、えー、もうごく一部だけなんですよ、それで警察が営業中にやってきて、えー、在庫も全部押収され、ガチャンって、えー、逮捕されたと10日間ぐらい留置所にいましたと、まあ、それはそうだよね、これがアウトなことってわからないらしいんですよね。 <laughs> 社会に一石を投じて、わけわかんないんですけど、この話をした時の、周りの,その令和の虎のメンバーの人たちの表情っていうのも、みんなね、何言ってんだ、こいつはみたいな、そんな顔で、なんて表情を作ったらいいかも分かってないような、そんな感じだったんですよね <laughs>。どん引きされてるわけなんですけど。 まあ、あと余談としてです、ね、この動画内で,です、ねえー、自分は、ねえー、雑貨店を作りたいんだと女性のためのみたいな言ってるんですけどそこで買い物してくれた人に対してこんなオリジナルのお札を返そうと思ってるんだって、まあ、お釣りとかでだと思うんですけど、えー、ここに、ね、そのスタンプが押してあるんですよ、えー、普通の1000円,ですよ1000円にスタンプを押してそれで返そうと思ってるってこんなオリジナル紙幣を返してくれる店を作りたいんだって言って。 言っってててるんんですけど何言ってんだよって、まあ、一応ね元光を調べてみたら犯罪ってわけでもないみたいなんですけど、えー、普通の考えだったらそれアウトじゃねって思うんですけどねお札を折り紙として使ったり落書きをしたりすると何か問題になるのでしょうかと法令上直ちに違法な行為とは言い切れませんが皆様が痛みの激しいお札や本物にあるはずのない書き込みや印字されている変なお札を手にしてしまった場合偽札かどうかの見分けがつきにくくなります。 また ATM や自動販売機で使えなかったりするなどのトラブルのもとにもなりますお札を切り刻んだり燃やしたりして損傷する行為はもちろんのことちょっとしたいたずら程度と思われる行為もお札を使う場面では大きな支障となることがありますお札はみんなで使うものですから大切に使ってくださいということで国立印刷局もこのように発信をしているわけなんですよね。いや普通ににお札んんか落書きすするっってててアウトだだろうって思思うう人がほとんどだと思うんですけどどでけ調べて 政府だから、まあ、政府というか、まあ、捕まりはしないからってじゃあ落書きしてもいいんだねとはならないよね普通ちなみに、まあ、こちらでも解説されてて他の記事でね貨幣を損傷させた場合は罪になることもと紙幣は落書きをしたり傷つけたりしても直ちに法律で罰せられることはありませんしかし貨幣の場合は貨幣損傷等取締法という法律があり貨幣を損傷させたり妖怪させたりするような行為は禁止されていますということでまあ 紙幣か貨幣かので違いがあるわけなんですけど、まあ、でも一般的な常識からしたら紙幣だろうが貨幣だろうがそれを損傷させようとイン、まあ、にねそんなことするのはアウトって考えるのが普通なんじゃないのかなと思うんですけどそんなことをしようとしているということでも、まあ、かなりやばいなって人なんですよねでねさらにこの人ね自分でノート、まあ、ブログみたいなことを書いてたりするんですけどこの逮捕された時の話を自分でノートに書いてるんですよねそれを見 た人がこんんな感想を言ってるんですけどしんどくて一度に読めないからメモっていうことで盗撮フェミノートだっていうことでねさっきの登場人物の人のノートを上げてくれてるんですけどその内容がマジでやばいぞと他人の家を覗き見し男性を盗撮プラス販売して捕まったフェミニストの実質ノート終始被害者面で自身の加害性には一切目を向けず被害者男性を地位牛呼ばわりしておりフェミおばたちの思考回路が可視化されすぎていて かなりきついものがあるぞーっていうことで、ね、こんな感じのノートらしいんですよ事件のあらましっていうことでどうやって逮捕されたかと2023年7月4日玄関ドアに面するアパートのなんとか号室の住民が窓カーテン全開でベッド上でズボンを下ろし人ポいじり開始したのを偶然目撃し怒り浸透スマホでめちゃくちゃ4枚撮影ツイッターにアップしたら即座に永久凍結マーケージ 人ツイッターに投稿したらその写真、それアウトであるだろうって負け人を11月におしゃれショップで売るようにロング T シャツを制作成長マスター。<laughs> ここら辺、漢字で書かないのかって、しかもなんか、これ、文字間違えたら、ボール弁とはいえ、なんか、ぐちゅぐちゅぐちゅってやってたりするんですよ、これ、これ、何なのって、これ、世の中に見せる用のノートなのっていうことをやってるんですよね、写真をプリントしたっていうことで、写真もひらがなで、その動機と、世の中盗撮被害など <laughs>、 被害ってカタカナなんだね。など、性犯罪の被害者の99%は女性。男も盗撮写真を売られて拡散されて、女の苦しみ、辛さを少しは理解しろ。やられたらやり返す。倍返しだ。世の中のために犠牲になってくれ。っていう感じで、いわばフェミニズムの思想犯罪、政治犯として作りました。っていうことで、まあ、さっきのオリジナル T シャツを作った経緯をね、えー、ノートで 発信してるんですけどもう少しあってねでおしゃれショップの出店とか主催なんかこれ主催って感じ合ってんのか主催イベントのおしゃれフェスティバルとかで5枚作ったうちの3枚売れるわらーって買ってくれた人大好き格好っ,っていうか大好評だぞって言ってるんですけど5枚作って3枚売れたっていう話で大好評なんですよね。 ちょどんだけ狭いコミュニティなんだよってなっちゃいますけど、まあ、この規模での話をさっき動画内ではバカウケだっていうことを言ってたんですよねでロングセラーヒット商品になるかと思いきや12月16のおしゃフェス最終日前夜たまたま,たま,たま、ね、これでたまたままって呼ぶんだ会場に通りかかった一般人男性が110番通報わらわらわらって何が面白いんだこれその場で警察,警察のことを警って書く。これ さあ、<laughs> まあいいけど、駆けつけ任意で取り調べ4時間。 スマホとと T シャツ在庫2枚押収証拠としてで何,何け警察署すみません、多分地名だとは思うんですけど、なんて書いてるか分かんなくて、その後、2ヶ月半も、音沙汰なし、スマホなし生活で、大変不便。3月6日に警察にいつスマホを返してくれるのって怒って、伝突して、はちょっと待ってよ。自分がやばいことやってたのに、でこんな、え、何なのこれ警察にもクレーム 入れててててるってことですかししし翌日返してもらいましたその際、写真4枚は K の目の前で削除その後、また連絡来て3月26日に任意出頭の日取りでまとまり当日朝8時頃そろ,そろそろ起きるかと思ってた時警察が自宅に突。 突じゃねえだろ。<laughs> やばいね。強制捜査で PC スマホ計4台押収。警察のワゴン車に乗せられた後、わっぱかけられて逮捕となりましたって。まあこの逮捕に対する認識っていうのがあまりにもやばいですよね。 全くもって自分が悪いとは思ってないようなそんなノートの書き方をしてるんですけどなんか警察にむちゃくちゃなことされたみたいななぜか被害者面なんですよね、まあ、このように相当やばいなっていうようなねノートとかも残しているわけなんですけどこの人はただのフェミニストでもないみたいなんですよね、えー、こちらの話草津町長の冤罪の時にフラワーでも「 みたいなことがで、ね、行われていたわけなんですけど、まあ、要するにフェミニストが連帯するっていうことで声を上げまくって結局女性側が悪かったという冤罪の話だったわけなんですけど、まあ、その件ってフラワーデモっていう活動だったわけなんですけど、このフラワーデモにも参加していたみたいなんですよね。あの有名な北原美知里さんがフラワーデモのことに関わってるんですけど、ジャニー北川による被害者のことなんて何も考えてないでしょう。八月十一日のフラワー デモは北原さんの要請により豊川さと子が司会をしましたということでまあ、今回のフェミニストになるわけなんですよねまあ、フェミ界では流し入れているような人みたいなんですよね、まあ、そん 人がこういう思想だっていうのはもうもはやフェミニストの人たちの考え方はかなりヤバいぞって証明されたようなもんなんですよねまあ、自信満々に自分が悪いことをしたことをね喋るフェミニストがやべえっていうことで炎上してるんですけどいろんな人の意見も見ていこうと思いますフェミがかわいそうだけど社会のために盗撮した写真を T シャツにプリントアウトして販売しましたって言ってるけどかわいそうだけどじゃなくて犯罪なんだけどってそんな常識すら奪うのがフェミニズムなのか っていいううことにいや本当そうだよねフェミニズムを進行していくと犯罪行為までしてしまうのかっていうふうに、ね、言われてるんですよね。他にもうんこれやっちゃうとどっちもどっちって話になっちゃうよなってやられたらやり返せばいいんだ。やり返される覚悟あればやって。 でも問題ないじゃんこんな世界にしたいのかなっていうことで、まあ、ただぶつかり合う世界を作りたいのかお前たちっていうふうにね言われてるんですよね他にも「ダメだこの人」って完璧に女のために社会と戦っている自分に酔っているこれに賛同してる女性もそうだけどさいかに悪いことを堂々とすることが強さ正義って10代みたいなノリいい加減卒業しようよっていやほんとそうだよねなんかあの10代とかのね不良の人たちとか,とか そんなな感覚に似ているよようなところがありますよね今のルールに私たちは戦ってるんだって訳わ,わかんないけどね他には終始被害者面なのもさすが女って感じフェミニストたちがこれを戦かないならフェミニストの基準はこのレベルってことで OK ですかねっていやほんとそうだよねこの人がフェミニストの中で特別おかしいことをやってるんだったらフェミニストの人たちはおいこいつが勝手にやったことだって怒らないといけないですからねそれに対して声を上げな ない、ね、ということで今回は盗撮して T シャツを販売したフェミニスト自信満々に語るも大エッジをしてしまうというようなそんなお話でした皆さんの意見もね是非お聞かせいただけたらなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったら是非チャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました